ウォースパイトは、イギリス海軍の原子力潜水艦。バリアント級原子力潜水艦の2番艦。この名を受け継いだ艦としては9代目にあたる。ウォースパイトは、ビッカーシュ・アームストロングで建造され、1965年9月25日に、ハロルド・ウィルソン首相夫人の手によって浸水し、1967年4月18日に収益した。収益後は、主に、 クライド海軍基地、デボンポート海軍基地、ファスレーン海軍基地を母校に活動した。1968年10月、ウォースパイトはバレンツ海で、ロシア海軍のエコー級潜水艦と衝突し、火事を損傷してしまった。氷山に接触したと偽装され、10月19日付のタイムズで実際そのように報じられた。ウォースパイトは、ラーウィックに帰還して、夜通しの特管工事で、 火事の上に足場を建設され、それを黒の防水布で覆った。翌日、ウォースパイト上空に飛来した偵察機は火事の損傷を確認できなかった。それから、グラス号のクライド海軍基地へ移った後、バローインファーネスまで栄光され、そこで姉妹艦のチャーチルから火事を付け替える修理が行われた。ウォースパイトはその後も損傷に悩まされた。 1976年5月2日、リバプールで故障した連結機器から油が噴霧し火災を引き起こした。この事故の修理と改装工事は2年の歳月が費やされた。修理を終えたウォースパイトはフォークランド戦争に参加したものの一時冷却液の管にわずかな亀裂が発見されたため再び修理が行われた。その修理中の1991年に ウォースパイトは退役した。船体の一部を汚染する、放射性物質を無害化させてから解体するため、長期保管を予定しているが、デボン州内の施設が利用できるまでの間、デボンポート海軍基地の交渉で係留されている。ありがとうございます。